フェルスベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州北部シュバルムエーダー、軍に属する市である。この町は、カッセルの約20キロメートル南に位置している。フェルスベルク周辺の地形は、丘陵と小さな池と砂礫の採取跡で、特徴づけられる。この町は、西ヘッセン盆地の一部であり、従って、第三期に形成された盆地に位置していることになる。玄武岩の丘と、 平らな川沿いの谷が交互に現れるのが特徴である。この谷には河川堆積物が積もったため、この町もオード堆積物の厚い層の上にある。フェルスベルクの地域をエーダー川が流れている。ゲンズンゲン地区の上流側には、ハイリゲンベルク城址や旧カルトジオカイ、エッペンベルク修道院跡が残るハイリゲンベルクがある。ベッティガークの近くには、ベッティガーベルクが会う。 ここには、ヘッセン州で最も北に位置する公式に登録されたワイナリーがあり、旧ドイツ連邦で最も北に位置する、経済的に運営されている、ドウ農場がある。エーダー川沿いの土地は、ドイツで最初に、最初のエコロジカルなドウ園の一つである。ベッティナーベルクは、ラインガウワイン生産地域に属している。フェルスベルクは、北は、エーダーミュンデクックスハーゲン、ケルレ、 東は、メルズンゲン、南はマールスフェルト及びホムベルク、西は、バーベルン、フリッツラー、グーデンスベルクと境を接している。フェルスベルク市には、以下の16の市区がある。フェルスベルクに合併するまでは、アルテンブルムスラー、ノイエンブルムスラー、ボルファースハウゼンは、自治体ブルンスラーを形成しており、ボイエルン、ゲンズンゲン、ヘッセローで、ヘスラー、メルガースハウゼンは、 自治体玄寸玄を形成していた。1974年1月1日、ブルンスラート玄寸玄が、フェルスベルク市に合併するのに伴い、同市の市区となった。フェルスベルク地域に、表記から定住者があったことは、1万2000年前の、いわゆる、リュンダの遺骨で明らかである。紀元1世紀、この地域は、カッティ族の定住地となっていた。 当時のこの地域に関する唯一の記述は15年にゲルマニクスの軍がカッティ族の首優であるマッティウムを破壊したという報告である。遅くとも8世紀以降にはこのカッティ族居住地域はフランク王国の一部となっていた。この頃、キリスト教宣教師ボニファティウスがこの地位で活動を行った。彼は723年に フェルスベルクから1 5トル離れたフリッツラーで、土着の信仰の神木であった、トールの多くを切り倒し、北ドイツのキリスト教家を成し遂げた。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの、同版画に描かれた、フェルスベルク市内にはいくつかの上司が残されている。フェルスブルク上司、アルテンブルク宿のアルテンブルク上司、中核宿とは、エーダー川を挟んだ対岸にあたる。 ゲン,ズンゲン市区の高台にあるハイリゲンベルク城市がそれである。このためフェルスベルクは市町村合併によりアルテンブルクとゲン,ズンゲンが同市の市区となった1974年以後、時折三つの城の町と呼ばれる。これらの城は中世にはこの地域がマインツ大四協領と中林間及びヘッセン砲白領との境界地域という戦略的に 重要な位置にあったために建設されたものである。ハイリゲンベルク城はマインツ側のフェルスブルク城とアルテンブルク城はヘッセン側の城であった。フェルスブルク城もそこから2キロメートル離れたアルテンブルク城も特徴的な塔と呼ばれているによって印象づけられる。塩の生産が行われたベラ川周辺地域からフェルスベルクを通ってライン地方へ至る塩の道が通っていた。 1090年にフェルスベルクはベリズベックという表記でマインツ大司教の文書に記録されており1209年にはフリッツラーのペトロ聖堂を参事会の土地台帳にも記録されている歴史的な旧市街は13世紀から全長830メートルの市壁によって囲まれており現在もその一部が残されている1455年から1488年まで 紅白の金を生産せよという命令を受けて、錬金術師クラウス・フォン・ウアバフ派が、フェルスブルクで活動した。1510年頃には、オイリキウス・コレドスが、財務書記として、フェルスベルクに駐在した。ナポレオンによる、ベスト・ファーレン王国時代には、フェルスベルクは、フェルスベルクを合理の行政中心地であった。第二次世界大戦で、フェルスベルクは、空爆を受け、 エーダー側の関留ダムが破壊されたことにより甚大な被害を受けた。フェルスベルクの市議会は37議席からなる。市長のホルカーシュタインメッツは2008年4月1日からこの職にある2007年11月11日の決選投票で彼は67.6%の票を獲得して当選した。2008年3月31日に24年の 長期にわたって、市長を務めたクラウス・シュティーゲルはその職を退いた。市の紋章としては、1570年以降、ローテンブルク城を描いたものが知られていた。これは1633年のビルヘルム・ベッセルによるヘッセン紋章録にも掲載されている。有効都市としては、フェルスベルク、フェルスベルク、リンゲルシュテットがある。 アルス・ナトゥーラ・プロジェクトは2001年にフェルスベルクの東を視点とする芸術遊歩道を整備した。こうした遊歩道は各地で整備され、その総延長は 700km に及ぶ計画である。フェルスブルク城市と旧市街の木組建築エクベルトハイエッセンが育ったミッテルホーフ。ありがとうございます。